オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、どうもこんにちは。オーメンズイレブンのオーメンでーす。本日はですね、白猫で新イベントをやってまいりました。スプレッドウェザーコード。登場するキャラが、つゆは、ジーク、サテラ。ということでですね、久しぶりのつゆは登場ですね。スキルモーションも3キャラ見てみたんですけれども、相変わらずつゆはは使いやすそうで、移動スキルですね。で、ジークも、移動スキルがあったかな。で、サテラもね、結構、使ってて面白そうなスキルモーションだったんで、3キャラともスキルモーション的には結構、好みな、感じに仕上がっておりましたので、あとは、スキル、火力ですね、と、使い勝手とかね、どんな感じ、なのかですね。まあ、その前に引けるかどうかわからないですけどね。はい。というわけで、今回もですね、毎回恒例なんですけど、22連分だけ用意できたんですが、できたらね、この22連で、終わらせたいんですよね。貯金も、そこまでできてなくて、周年も迫ってるんで、この22連で、1体でも引けたらほんとラッキーですね。3体なんでね。ロードは消しておりません。引いていきます。もう前回がね、引けなかったんで、前回よ、30。いやーね。はい、飛ばしまーす。もう、もうやだ。結構金多いのに。あれ？いやだなー、また。また終わるんか。また短い動画になりますよ。はい。終わりまーす。また引けないのか。あ、入った入った入った！ 2 回入った！え？ 2 回？このタイミングで2回？かといって2キャラの分のロードっていうこともないよね。そんなんで、ねえ。そんなこと今までなかった気するし、なんか違うロード入りましたね。なんだ？まあけど新キャラは来るでしょう、これは。2体来てコンプしちゃっていいっすよ。いやー、ロード見れたー、嬉しい、久々。え、はい、あれあれ、はい、止まった。あー、ジーク嬉しい。ジーク、ルーンセーバー、ルーンセーバー相変わらず持ってるね、私は。もう1体来て、もう1回、もう1回、もう1体、もう1体、止まれ。ツイハモシ、あー、いいねー。あ、終わりかな。あー、終わった。やったー、ジーク来たー。やったー、嬉しい。いや、あとどうしようかなー。まあ、あとはね、引かないつもりではいますけど、性能を見て、性能次第では、ツイハサテラのどっちか、追っかけるかなー。まあ、ただ2体っすからね、残り。少し考えます。というわけで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。あれ、アバターが反応、はい。反応した。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。